こちらのサイトで解説しているアフターエフェクトのチュートリアルが分かりにくかったので、個人的に日本語で解説したいと思います。それでは始めます。こちらアフターエフェクトの一番初めの画面ですね。ここで解像度や時間なんかを設定します。でコンプ1ができてるんで、ここにヌルオブジェクトを作ります。そしてソリッドの作りまして、ここにシミュレーションエフェクトのシミュレーションで CC パーティカルシステムズ2を選びます。でこれを CC パーティカルシステムズはこういう花火みたいなエフェクトができるやつですね。ここでだいたいこの3つぐらいをいじります。ここ色ですね。今回は黄色にします。でバー数が白でデスが黄色と、白から黄色になるやつですね。でここ一番重要ですね。ベロシティは0にします。そうするとこうまっすぐになります。重力グラビティをちょっと下げて、この辺はどうでもいいんだけど0とかにします。透明度もちょっと下げて、であとここですね、ここ 0.3 とかにしときます。そうすると1000になりますね。そしてですね、ここで重要なのはここのソリッドのブラックソリッドのところですね。ここで見ましょうか。このエフェクト CC パーティカルシステムズのプロデューサーのポジションですね。このポジションのところをこのヌルオブジェクトのポジションとくっつけちゃいます。この時計のところをクリックするときにオルトキーと同時にクリックします。ポチッとな。そうするとエクスプレッションポジションっていうのが出てきます。でここのぐるぐる矢印をヌルオブジェクトのポジションにくっつけちゃいますですね。そうするとここのディスクオブジェクトになったらかんたらと出ていますね。そしてまた重要なのはここでここのポジションですね。なのでオプションじゃねえや、オルトキーっていうか Mac だとオプションだったね。オプションキーを押しながらクリックします。そうするとまたこっちでもエクスプレッションポジションが出てきます。でここでウィグル1600とかと入力します。そうするとここで入力した途端にこのように曲がります。このコマンドが重要ですね。でこういうのができましたと。あとはいろいろエフェクトをかけたりして、ここをもうちょっと綺麗に見せるようにすれば、もっと綺麗なもんができますと。でここヌルオブジェクトでここが動いてるんで、この辺も簡単にできる、いろいろと設定が簡単にできるんじゃないかと思います。ということでこちらの説明を終わります。